ペヌーティ諸語の文布ペヌーティ語族とは北アメリカ西部の先住民によって話される諸言語による提唱中の語族である。協議ではカリフォルニア州のミオクコスタ語族、ヨクツ語族、マイド語族、ウィント語族を言う。オレゴンペヌーティ諸語は全て死語である。現在話されている言語も全て危機に瀕する言語である。ペヌーティという単語は カリフォルニアペヌーティ諸語の数詞2の形に由来する。ウィント語族、マイド語族、ヨクツ語族で、2は、およそ、ペン、ウティ語族ではおよそ、ウチである。ペヌーティ語族は1910年代に人類学者、ローランド・ディクソンとアルフレッド・エル・クローバーによって、カリフォルニアのウィント語、マイド語、ヨクツ語、コスタの語、ミーウク語の5つの言語を1つにまとめる、語族として提唱された。 その後、エドワード・サピアによって、カリフォルニア以外の多数の言語を含むように、拡大された。以下の分類は1929年のサピアの分類による。このうち、ツイムシアン語は、カナダのブリティッシュ・コロンビア州、それ以外は、ワシントン州、アイガホ州、オレゴン州、カリフォルニア州に広がっている。 サピアはこの他に遠く離れたメキシコのミヘソケ語族やワベコーもペヌーティ語族に含めている。ありがとうございます。